した真似だけはしないように。は？遅くなってすいません。神様。さて改めまして、はじめまして、サポーター君。僕のベル君が世話になったね。後からのこのこしゃしゃり出てきたくせして、僕のベル君に手を出すんじゃない。この泥棒猫。体調はロッタンベル君、6時に南西のメインストリートアモールの広場に集合だ。僕下でお茶でも入れてきます。あ、でもコップが2つしかないです。なーい、気にすることはないさ。僕とベル君が一緒に使えばいい。神様もそんな冗談言うんですね。がー、僕のベル君に唾をつけて怒ったってそうはいかないぞ。なんて言ったって僕の方が先なんだ。神様。なんで大胆な真似を。いい神様だね。はい。こらそこ離れろ。僕のを食べてください。逃げたな。まあいいや。はあ。取ってほしいな。はい。スキルの効果早熟する。思いが続く限り効果は持続し、思いの丈で効果は向上する。何が思いだ。ベル君の浮気者は超浮気者。その代わり僕も一緒に寝させてもらおうかな。いいですよ、じゃあ一緒に寝ましょう。何うわっ。いや、ベル君、今のはいつもなら君が驚くところで僕はその反応を期待して言ってみただけで、そのだからつまりだね。もう寝てるし。私そろそろ失礼するわ。え、もう？ええ、確かめたいことがあったのだけど、それも済んだし。それにここにいる男はみんな食べ飽きちゃったもの。じゃあね。すげえ。ベル君だ。ガーン！ガーン！ガーン！ベル君の浮気者！魔導書がいくらするか知ってるのか君は。ヘファイストスファミリアの一級品装備と同等、あるいはそれ以上だぞ。いいかい、ベル君。君はこの本を読んでいない。そういうことにするんだ。あとは僕が何とかする。無入な最後の最後でうっかりを発動させるに、エリクサー10個。うちひしがれた液体を、俺が全力で慰めるに、スタッチ全部。今日はクックレイにしといたろ。今度会う敵は、そんな貧相なものを僕の視界に入れるんじゃないぞ。うっさいわ、ボケ。気にしないで、私もお腹が空いたから。じゃがまるくんの小豆クリーム味2つください。いらっしゃいませ。クリーム多め、小豆マシマシで。おめでとう、ベル君。君にもついにスキルが発動したんだね。でも悔しいよ、他人の手で君が変わってしまったことが。まあ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 。何をやってるんだ君は。全く次から次へと君は。とうとうついによりにもよってこの女まで。ごめんなさい。気をつけてください。君も気をつけて。まったくベル君のやつ、覗くなら僕だけの時に来ればいいのに。マジか、
一体どんなところなんだろう。ふーん、街ね。水臭いじゃないか、ベル君。行くなら真っ先に僕を誘ってくれないと。僕とベル君の仲じゃないか。ごめんなさい。バレなきゃいいのさ。浮かすな真似をするのがまずいってだけでね。最初からそのつもりで。俺のおもりを頼んだぞ。僕も連れてけ。ヘステア、落ち着け。ヘステア、神がダンジョンに潜るのは禁止事項で。だからそのバレなきゃいいんだろ。かわいいね。神様、魔法。え、魔法が発言した。ステファニア。神様、何をなさっているんですか、ベル様。ベル君、君ってやつね。こんなぼったくりタウンでそんな買い物、経済観念がなさすぎですよ。ね、サポーター君だってそのバックパックを買ったじゃないか。これは地上に戻るのに必要なので仕方なくですから。僕だって必要だからだよ、乙女のたしなみだ。失礼します、神様。すまない、ベル君。僕はこんな状況なのに心から幸せを感じてしまっている。何言ってるんですか、神様。というわけでバレンナギガシ君、僕の許可なく抜け駆けするんじゃない。デートの約束なんて絶対許さないぞ。デート。違う、誤解です。では神様、デートって何ですか、ベル様。またでたな、泥棒猫。言っとくけど、お金ならもう1バリスだって貸さないからね。しっけえな。僕がそんな親友の懐を漁るような神に見えるのかい。よく言うわよ。散々うちのファミリアに居候した挙句、追い出した後もお金がない、家がない、仕事がないって泣きついてきて、そう思われるのが当然でしょうが。神様、ベル君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 、神様、ベル君。本物かい。神様。